兵庫城は兵庫県神戸市兵庫区中野島周辺にあった日本の城である。甘笠藩時代には兵庫神屋と呼ばれ武業が置かれ、明治時代には兵庫県庁があった。神戸港の西に兵庫港という港がある。兵庫港は江戸時代まで良港として栄えた兵庫津の後で、また平清盛が銭湯とした福原慶がある。 南北朝時代には戦いの中心となり、また北側には山陽道が通り、大陸の集散地でもあり、交通の要衝でもあった。兵庫城が城として機能していたのは、戦国時代の短い期間で、江戸時代には陣屋となった。明治時代以降には、兵庫港の大規模な改修や、近代以降の都市化により陣屋の移行は失われた。池田恒興像。 大阪城天守閣像、片桐勝元像、大和郡山市寺公院所蔵、伊藤博文、初代兵庫県知事天生六年十一月、有岡城の戦いで、荒木村重が、突然、織田信長に謀反を起こした。その有岡城も落城し、荒木村重は、花熊城へ逃走し、そこで、花熊城の戦いが行われたが、織田信長軍の武将で、池田恒置、 テルマサフ氏により花熊城も落城した。その功により、織田信長より、兵庫の地を与えられた。摂津国の大使になった池田恒興は、1581年花熊城には、入城せず兵庫津に城を築いた。その時の様子は、池田信照このつもり領の時、花熊城をそしり、その在籍を移して、ここに築くとある。 しかし1583年、池田恒興わずか2年で、美濃国王垣城に違法され、兵庫城下は、豊臣秀吉の直轄地となり片桐勝本が、大官として入城した。古障も兵庫城から、片桐陣屋と称されていた。1607年に、朝鮮施設がここに招かれており、その日記の中には、及び監守書集も、 上智門説三重市友館の秀頼大館片切主禅とあることから、館の周りには堀があり、三重の門があったことが伺い知れる記載となっている。江戸時代まで、朝鮮施設は合計12回実施されるが、そのうち11回は、兵庫津に寄港している。天ヶ崎藩は、朝鮮施設の接待役を命じられ、約2年前から準備が始められ、港の整備や、 宿泊先の手配をしていた。1615年大阪城落城後は、天ヶ崎兵庫津一帯は、天ヶ崎藩に組み込まれ、兵庫城市には陣屋が置かれた。1769年、城地令により、兵庫津一帯は、天領となり、兵庫城市の陣屋が、金番所に改築された。明治時代には金番所が、初代の兵庫県庁となり、伊藤博文が、 初代知事として赴任した。1873年まで外郭となっていた土類が残っていたが主街地発展のため取り除かれ、翌1874年に兵庫港が大幅に改修され、兵庫新川運河が作られたため兵庫城跡は破壊されてしまった。摂州八部群、福原省兵庫津江図津、個人像。城中枢付近の拡大図兵庫人合図。 神戸市立博物館像兵庫城は、港川の支流が縦横に走り、天然の堀の役目を果たし、前面は港を持つ、防御の拠点となった、会場として整備したものと考えられている。2、花熊城の石材などの一部を用いて、天守閣を備えた城を築いたとあり、天守が備わっていた可能性を指摘している。兵庫城の入り口柳原宗門は、 兵庫の町の北部、扇のようと言える場所にあり、柳原宗門を包み込むように、副会寺が配置され、マス型を構成している。摂州八部群、福原省兵庫津江津によると、江津の中央に堀で囲まれたお屋敷があり、本丸跡ではないかと考えられ140平方メートルの広さがあった。 堀の幅は3メートルで、野面積みの石垣と土類で防備していたと推定されていたが、2012年8月の移行発掘で場所によって、9から18メートルの幅があったと確認された。城の北側には、城下町が形成されており、五道筋には、多くの社地が配置されて寺町となっていた。兵庫津の全体として、南北2.7キロメートル。 東西700メートルからなる、城塞都市であった。兵庫城跡は、新化はン河の下敷きとなったが、町屋は数字にわたる発掘調査が行われており、奈良時代、江戸時代にかけた、遺構、遺物が、数多く発見している。幕末には、約2万人が暮らし、持ち家が4968軒、借家が2450軒。 合計7418件の矢数が確認できる。待ち合わせ図などに見られる間口が狭く、奥行きが深い短冊型の建物跡が、数多く発掘された。異物に関しては、土人形、土水、硯、キセル釣り針、箸、下駄などバリエーションの広い湿度物が発掘された。また、湿度時期として、兵庫城追機器から、 爆末期に比例して、数量的に急増傾向にある。これら出土状況から、兵庫城築城が、同地域を大きく発展させたと考えられている。出土物としては、備前時期が、相対的に多いが、それ以外の地域の出土物が見られ、兵庫津が単に都市というだけでなく、物流の拠点であったことも伺えると指摘されている。2012年8月1日、 神戸市中央卸売市場跡地への店舗出店における汚染土壌除去作業中に石垣や前出し屋と堀跡が発見され4日には現地説明会が行われたこれまで戦国期の兵庫城の城郭以降は発見されておらずこの発見が初となる後世の掘削や改変が見られるものの石垣の作りや天用石が使われていること 掘り幅も場所によって約9から18メートルであったことが確認された。2014年2月から2015年3月までの発掘調査では天守台跡と見られる遺構を発見した。天守台の石垣は約18メートル約4メートルが確認され、天守が存在したとすれば11メートル13メートル程度だろうと推察されている。また、 石垣は二重構造となっており、そこに、銅器と呼ぶ木材を敷き、重圧による天守の沈下を防ぐ追記技術、銅器組を採用したと見られる、9本の銅器も見つかった。織田信長が考案したとされる、この技術の意向は、本庄が国内最古級だという。他、全長222メートル、最大幅約18.5メートルの外堀と、 全長六十九メートル、最大幅十六点八メートルの内堀が並ぶ、複角構造も確認され、堀の間に、二の丸があったことも判明した。角川日本地名大辞典二十八兵庫県、日本城各体系、蘇る兵庫津考古学ファン、四百五十人集まる兵庫城、現地説明会神戸市教育委員会、兵庫津遺跡第五十七次発掘調査報告書。 神戸市教育委員会文化財課2014年織田信長の最国進出拠点発見神戸の兵庫津遺跡神戸新聞ネクスト兵庫城の天守台発見産経ニュース信長が重視した神戸兵庫城堀の二重構造を確認神戸新聞ネクスト兵庫城の内堀を確認専門家格式ある城産経ニュースありがとうございます